お、誠さん来ましたよ。何かありますか？いや、何もしてないです、こんな。またそうやって。はい。肩入れてるだけやん。まあまあまあ、そうなんですけど。ほら。いや、そうなんですけど。なんかありそうじゃないですか、これ。ないんですか？ノーコメント。はい、相手の脇腹狙ってショルダーですよ。あの川崎くんがやっぱちゃんとゲームメイクしてくれてますね、バックドアの後に。素晴らしいね、こっち空いてるよってね。素晴らしい。ひどい外れ方からの。あ、入れてくれた。いや、今のドライブに対してカット切れるのはでかいね。うん、川崎くんのカットですね。本当に確かにな、ステイだろうな。反対側も、でこれの時になんていうかカッティングスピードで行くんじゃなくて、ゆるゆるってカッティングして、その瞬間にグッと入ってくるというか、エルボーに、そうそこそこ、ここ矢印のとこに、はいはいはい、に強しと、まあ、川崎の選択肢ができるように。うん、で多分元さんはこれの時にこの白いディフェンスにメデューサ仕掛ければ、ああ、なるほど。あわよくばネズミ色の人にもメデューサ仕掛ければ、多分単純に滝川さんに入る可能性もある。なんかそう考えるとノールックってなんかメデューサか、メデューサをしてやるのか。いろんな人に目を合わせるってことね。そう。そんな感じやね。確かにここで川崎くんスルスルって入ってきたら。選択肢3つくらいありそうだね。そう、アウトナンバープラス、え、なんかその思い切ってバックドア行くときとこのスルスルって入ってくるときはなんか違いはあるの、言葉にすると。相手のディフェンスやね、この川崎くんのディフェンス。いや、単純なマンツー系のディフェンスだったら普通にスピードで行けばいいけど、うん、こういう風になんていうかゾーンチックというか、なオールスイッチみたいな感じに守っとったら、先になんていうか行きたいところを守っとるわけやから、その間で切り替えれるようなスピードで行くのは一つかなと思う。ああ、スイッチスイッチっていう感じの時は、もう このチームはもうスイッチ中心やっていう感じだったやん。そうですね。だからもうそういうチームに対してはゆるゆるとやって、それに対応してくるからまたスピードだよねっていう。そのバックドアの一つということ。